大吉チャンネル、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 大吉チャンネル。皆さんこんにちは、大吉チャンネルの大吉でございます。お元気にしておりますか？チャンネル登録をよろしくお願いいたします。さて、ゴールデンウィーク、皆さん自粛で家にいる方も多いかと思います。もう本当にね、いろんなところがね、まあ、休みになったりしてるんで、まあ、家にいるしか仕方がないのかなという感じでございますけど、今日はですね、こんなゴールデンウィーク特別版ということで、久々にパワースポット公園編ということで、札幌市西区8軒にあります野志公園へ行ってまいりました。この野志公園というのは屋内でも、アリーナとかありますので、屋内でもスポーツできるんですけどね、私この屋外の方撮影してまいりました。野球場も2面あったり、テニスコートもあったりね、ナイターもできますね。そんな感じでね、映してまいりましたけども、あと子供が遊ぶところがあったり、なんか自転車の練習をする、子供が練習ね、練習するように、真ん中にコースがいろいろあって信号機がついてたりとか、そういう感じでありますけども、今回ちょっとね、ソメイヨシノ、桜が、咲いておりましたんで、桜も撮ってきております。もう少しすると八重桜が、ここまた綺麗なんですね。八重桜がいっぱい、咲きます。近くに、公園のすぐ近くに琴に八山川というの川が流れておりましてですね、野志公園から始まって、この川の両側がパワースポットになっております。ぜひね、お散歩とか行ってみてください。私は密にならないように、午後3時進んでから行って撮影しております。ぜひね、ちょっと人がたくさんいないときに散歩なんかいいかと思いますね。野志公園、映像を撮ってきてありますので、ぜひ映像をご覧になってください。駐車場なんかもね、結構広いのがあって、いっぱいになると臨時駐車場もあるんで、ぜひ行ってみてください。ではパワースポット、公園編、野志公園、今日は特別編です。どうぞご覧ください。Thank you.
ー。